どうもティモンです。マグナム一丁で戦場を制すということで、今回もマグナム一丁で、そして裸一貫で戦場を制していこうと思います。どうもご存知ティモンです。いやね、マグナム一丁というね、この美しさ、本当ね、この気高さをね、みんなに見てほしいね。ということでね、今回使っていく武器はね、ちょっと皆さん予想できたかわかんないけどね、マグナムということでね、今回もまたマグナムね、つけてるものはね、この間と一緒です。ミニとヘビーバレルのみと。でちょっとね、ここら辺変えていきたいんですけど、やっぱりデフォルトが一番だね。持つ部分、絵の部分のね、色変えれるんですけど、やっぱりね、このね、ほら、この美しさ、この美しさをね、これ見てもらうには、例えばね、ちょっと変にクリムゾンウッドランドに変えてみようね。なんかちょっとあれってなるでしょ。違うんですよ、これはね、やっぱりね、これデフォルトがいいんですね。デフォルトがいいということでね。わあ、決まった決まった、ほら美しいよ。15キルぐらいできる色だよこれは。よし、やっていこう。よし、じゃあ今回もやっていきます。うし、見とけよお前ら、俺のこの美しさ、そして気高さを。お前は何やってるんだ。いいね、そういうことやっていこう。さあさあさあ、なんか撃たれてないか、撃たれてないか、気のせいか。さあ、いたいた。そしてね、今回から感度40でやっていくんでね、ちょっとね、やっぱりどうも慣れない。そう、今回から感度40にしたんですよ。頭おかしいんですけどね。ちょっと変えちゃったんですよね。なんで変えたかっつうとね、やっぱりね、ちょっと感度はね、やっぱり高い方がね、かっこいいんじゃないかっていう。あら、おい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 。おいおいおい。おいおいおい。やっぱりね、この感度はね、高い方がかっこいいんじゃないかというね、僕のこのね、初心者丸出しの意見。これを採用しまして。僕の中の脳内会議がありまして、キオス会議ばりのね、脳内会議がありまして、賛成派ティモンさんと、反体制派ティモンさんとね、そう、反体制派ティモンさんと体制派ティモンさんのね、熱い談義がありまして、その談義の結果ね、感度は40でいいんじゃねえかいっていう、まあ、反体制派の意見が通ったわけですよね。おっと。まあね、こういうね、人生においてね、クレーマーを仕掛けられることってやっぱよくあると思うんだ。例えばね、これを見ている学生の人にもあると思う。小学生の時とかね、廊下走るなって言われたでしょ。あれ、なんで走るなって言われたかっていうとね、クレーマーの危険性があるからなんですよね、実はね。おい、お前らと、なんで走るなっていうか分かるか、クレーマーがあくからだよ、クレーマーが、つって。多分先生はね、言ったと思うんだけど、はい、ここで、まさかのナイフと。ね。俺はね、マグナム縛りっつったけどね、縛りじゃないんだよ。マグナム縛りは言ってないんだ。マグナムは縛ってるんじゃない。ポリシーなんだ、俺の。だからね、ナイフも使う。もうこれははっきりと言う。ナイフも使う。ナイフも使う日もある。ね。そんな日もあるっていう感じで、ナイフを使う日もある。でも、マグナムしか使わない日ももちろんある。てか、マグナムしか使わない日が大半だ。そういう、そんな日だ。さあ、いたいたいた。さあ、当たってないな。ひどいな。後ろからも来てたんだ。行ってほしいな。ティモンさん、後ろから僕来てますよって。言ってほしかったな、一言。そういう声かけってね、やっぱ親切だと思うんだ。親切をね、してほしい、みんなには。本当に。さあ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 、行くぞ行くぞ行くぞ。行くぞ行くぞ。投げるの持った俺が行くぞ。収めるぞ、戦場を。さあ、上にいるぞ。上にいるのか知らないけどさ。いそう。なんかいそうな雰囲気。雰囲気。そう。雰囲気。おおと、味方か。ごめんね。ごめんね。なんだろう。祝砲と思ってくれ。祝砲。よく来たっつって。ウェルカムっつって。ウェルカムって意味でのね、祝砲だと捉えてほしかったね、今の。あれもいないか。せっかくこの敵がね、レーダーに映ってるっていうのにね、俺以外の人がどん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 倒しちゃうからね、俺が一回もキルできないことがある。それはね、マグナムだからっていう理由じゃないんだ。俺がキルできないのは、ただ単に周りの人が倒しちゃうからっていう理由がね、一番だと思うんだかな。さあ、このクソエイムでも。ちょっと。よし、もう、かまんかまん。かまんかまん。マグナムをね、使う日もあるけどね、やっぱりこうやってね、サブウェポンで倒す時もあるね。俺のカービン、サブウェポンで倒す時ももちろんある。そういう日もあるということを肝に銘じておいてほしい。まあ、俺のポリシーがね、ちょっと今、ちょっと瞬間的に崩れ去ったというだけだから。そんだけの話だから。ポリシーが一瞬だけちょっとぐらついたっていうだけの話。
いや、ちょっとキルしたいな。そろそろキルしない。違うんだよ、今のね、黒いのね、分かってたんだ。あ、なんか黒いのあるなと思ったんだよ。黒いのあるなと思ってたんだけど、なんだろうね、やっぱり俺武士だからさ、日本最後の武士と言われてるから。俺言われてるって言って、まあお母さんとかにだけど、お母さんとかによく言われるから、日本最後の武士だよあんたはっつって言われるからね、挨拶しようと思ったんだ。そう、武士ってさ、挨拶するじゃない。いやいや、我こそはっつって、何々に国の何々なりっつって挨拶するじゃない。それと同じことをしようと思ったんだ。いやいや、どうもティモンですっつって、どうもティモン、ご無沙汰します、ティモンですって言って、マグナムとか使ってます、今後こういった形でお会いすることもまあしばしばございますが、まあ、その時はどうかね、よろしくお願いしますっていうことで挨拶したかったんだけどね。こういう挨拶をね、やっぱできる人間とできない人間、やっぱできる人間の方がね、社会的にやっぱ生き残っていくよね。さあ、今のは厳しいか。まあ、スポットしたからね。スポットおじさんこと俺の本領が発揮されただろう、今。まさかティモンさん、あそこをスポットするだとっていう。チャドの霊圧が消えたぐらいの感じで、あそこをスポットするだとっていう。そういうのが欲しいんだね。さあさあさあ。おいでませ。あれ、キルできないか。足54か。全然だな。今の当たってないのか。俺完全に3発ぐらいもう脳天にぶつけてやったんだけどね、鉛玉を。3発ぐらい当たったから、あ、いたーって言って多分死ぬ予定だったんだけど、向こうはね。なかなか頑丈なやつだったね、脳天が。脳天が頑丈だった。ただそれだけだよね、多分ね。人一倍脳天が頑丈だったばかりに、俺の鉛を、鉛玉食らってちょっと知らなかったと。死ななかったっていうより死ねなかった。烈火の炎の、烈火の母ちゃん、影奉仕みたいな感じだな。わからない人は、烈火の炎を呼ぼう。建物の中いるのか、いた。さあ、今のいたんだけどな。さあ、ちょっと撃ってきたな。大砲的なやつもな。これは、さあ、早速、鬼火へお邪魔しましょう。当たってないか？当たってないか？キル足 56？ くそー、ちょっと今回キル足しか取れてないな。ちょっと回復します。やっぱり回復って大事。何事においても。さあ、スポットおじさん。まさか今のでスポットできるだと、みたいな。そういう反応が欲しいね。ティモンさんのね、スポットに対しての速さはね、やっぱりね、異常だと思うんだ。スポットはできる。キルはできない。いや、逆なんだよ、多分ね。あいた、あった、あった。あいた、でも、そんないきなり来るかい。俺はね、もうさっきから何回も言ってる。挨拶をしよう、挨拶を。ね。前から来ていますと。ごめんなさい、前から来ていますと。さあ、今12点差か。俺のデス数頑張らないか。でもね、本当にね、うまい動画見たければね、違うとこ行ってほしいんだ。俺の動画をね、何のために見るかって言ったらね、やっぱり小粋なトーク、そういうのをね、やっぱり、そういう見てほしいっていうのが一番にある。いや、どこ行った？こっち側か？こっち側にいるな。できないかよ。2人は厳しいのがやっぱり。いや、今のは俺のせいか。もう会った瞬間にもうピャッとね、マグナムをこう懐からサッと出して、でそれでね、もうすぐパーンとこう鉛玉打ち込みはね、勝てたんだけどね。ちょっとね、なんだろう。今のは俺の、なんだろう。相手を思いやる気持ち。小学生の時に言われたわ。相手がされて嫌なことは自分もしないでおこうって。あ、違うわ。相手がされて嫌なことは自分もしないでおこうじゃない。自分がされて嫌なことは自分でしないでおこうだ。相手がされて嫌なことはってもうすでに分かってんだから、それはしないよって話だ。さあ、スポットするぜ。スポット来たぜ。完全にスポットしたけど。左はスポットできなかったな。完全に目標がスポットになっちゃってるな。違うんだよ。目標はね、ライフルで。目標はライフルじゃない。目標はマグナムなんだよ。スポットすることじゃないんだよな。ちょっとなんだろう。もう一回ちょっと、めでるか、マグナムを。ちょっとめでよう。いいね。やっぱいいね。いや、これいいわ、やっぱり。やっぱこれだな。やっぱりこれだわ。やっぱりこれだわ。マグナムだわ、やっぱり。
マグナムでね、縛ってね、上手い人が見たければね、他のトーク行ってほしいんだよ、俺はね、このマグナムを持ちながらね、話せるという、なかなか、できたことじゃないよ、これ。よっしゃ、危ねえ危ねえ。今の完全に本領発揮できたけど、ああ、やばかった。そうそう、言わない。本当はね、俺はちょっとね、言い訳をしたい。一つだけ言わせてくれ。あれ、今死んでねえな、これな。俺倒したと思ったんだけど。一つだけ言わせてくれ。これな、ラグひどいんだわ、これ。若干の。それがね、俺をこう、マグナム使いとしてね、うまいこと進化させてくれないっていうのがあるんだよな。さあ、スポットしたぜ。押し切る。さあ、そして、ちょっとこっち側しか、クリアできないか。さあ、痛ない今。3発できるか？無理だ。ちょっと。違う。サブ武器に変えることもできたんだ。余裕で。三角押し上げだけの話だから。ただ俺はね、マグナムで行きたかった。もうそれが俺の範囲だ。マグニャムに。マグニャムにこだわりすぎた。でもね、戦場を制せるかな、今回は。制せれない気もする。もうちょっとチケット数差がちょっと危ういから。おっと、左から来てるってことは、左にいるな、左に。どうしよう。これ投げとこう。これみんなフラグっていうよな。俺グレネードって言うんだけどな。上級者と下級者の魚。下級者って言わないな。初心者だね。しゃ。まあ、第2回にしてね、ちょっと制せなかったっていうのはあるかもしれない。今回はね、制せなかったパーツだね。これはね、俺は認めよう。今回は制してなかった。ただね、今回は制してなかったけどね、次回は確実に制そうと思う。もう完全にもう制そうと思う。もうね、もうチケット数もこっちが100で向こうが0ぐらいの感じでいきたいね。もう100キル0です。俺一人で100キル0です。向こうは12人。ただ俺は100キル0です。そして全て、マグナムと。そういう試合をね、次回見せたいね。6キル11です。ちょっとね、ひどかった。今回はちょっとひどかったね。ということでね、次回はね、ぜひとも制するパターンでいこうと思います。ということで、見てくださった方、どうもありがとうございました。ありがとうございます。パート3に続くと思います。それでは、さようなら。ありがとうございます。